エセ実況者の皆さん、はいはい、今日はね、はい、エセ芸術家ニューヨークへ行くというゲームをやっていきたいんですけども、それで会話するなこの前やったんだけど、はいはい、俺ちょっとね、人狼側みたいなのになれなかったんだよ、エセ側に。あーなんか、ね、あーそうだったか。そうだ、エセ側で勝ちたいなという思いがありまして、今日はこれを3時間がっつりやっていきたいと思います。いいのねいいんだいいんだ俺やだけど、いいんだ、OK、うん、まあ ルールは分かるよね、ルールは、うん、ちょっとルール分かります、ルール分かりやすく、じゃあ、まあ、やったので、ウシ説明しちゃってよ。お頼むよ、ウシルール、うん、ね、うん、実況者に沿ってみんなで一つの絵を描きます。読むな読むな。なんで？簡単説明を自分の言葉で頼むわ。自分の言葉だけどな。たまたま一致してるかもしれないけど。あ、そう。確かにね。うん。うん、お題に沿ってみんなで一つの絵を描きます。はい。わかりやすい。同じキャンバスに一筆ずつ交代で描いていくのですが、一人だけお題を知らないエセ芸術家が隠れています。俺が見てるのと同じだ。エセ芸術家の正体、うん、偶然だね。正体を見破ったら芸術家の勝ち。でもお題がバレてしまったらエセ芸術家の勝ちです。はい。おお。エセ芸術家はお題を知りませんが、知っているふりをして絵を描きます。ページスクロールするときちょっと時間あるのはなんでだろう。あとなんだろうな。あと何言えばいいかな。してるな。まああと大体説明したか。芸術家は上手すぎず下手すぎないで次の絵を描きましょう。あれ？ああ。あれ？このゲーム作った？携わった？なんか最後オリジナルっぽく言ったの腹立つな。間を開けて言ったよね今ね。じゃあ始めますよ。まあ簡単です。4人のうちの3人は知っててお題を、はい。1人はお題知らないからうまくやりましょうってやつだね。前やった時レッドさんひどい目あってたもんね、一回ほんとひどい目あった、地面に線引いただけで怒られた。あーあーそうだったっ、あれひどいよな。いや最初線はまだいいけど、に2個目でも大したこと書かなかったからさ、ね、いやーちょっとね、だから火山だったからさ。あ、でテーマ投票して、テーマどうしよっかな。あ、実況者ねえんだ。うそ、前あったのにね。前あったのに、うん、あ、身につけるものは実況者に入るんじゃない？まあ、そう言うよね、うん、俺ら身になる存在だからさ、俺たちが身につけられるもん、ね、はい、お題は、はい、俺たちだいや、勝つぞ、エセ側来てほしいわ。はい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 、あー、なるほど、はいはいはい、来ました。3人は出てて、1人は出てないってことね。そういうことですね。そういうことね。つーかー、これは3人側はバレないようにしつつ1人に、そうね、でもエセじゃないよってことを他2人に伝えたいと。これ順番大事だぞ、うん、俺か、うん、もうすぐ分かっちゃうからね。他3人はどうしよっかな、直で書けんだよね。まあ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 、まあ、そうね、まあ、そこそこ攻めちゃってもいいかなって思うんですよ。いいと思う、いいと思う、はい、うん、あくまで、はい、と、おお、はい、なるほど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 、はいはいはい、ああ、さらっと書いたね、迷わず。うしどう思う、これ。確かに俺、これどう思います。俺に聞いちゃダメだよ何で、ちょっと考えてることが分かんねえぞ、ちょっと待って。これは漏らさないよ。え、これ分かんないの。じゃあこうしようかな。じゃあ、はい、なんじゃこりゃ。あー、まあ、うん、まあまあ、うん、俺と同じだからな、ほぼね。ちょっと怪しいよね。おう、今怪しくないのは俺とキヨ君だね。いや、レッツさんも怪しい。何も書いてないんだからそういう手法をやるからなんか逆にあるんだよ。やんない、イメージで、イメージで言わないで。よしだよ、よしよ。は？そう。何これ。あれ？これって、まあいいや。じゃあ俺行くよ。はい。なんとなくね。うん。なんかなんかさ、言いたいことわかるかな。いや、嘘、わかるよね、キヨ君。え、いや、いや、そこの部分なんかね、あったりとか。え、ん、協力しなきゃいけないんだよね。いや、協力は別に、あ、いらないのかなんか、まあ、どっちでもいいって感じ。最終的にエセ芸術家にバレたら負けになるから、バレないようにはしなきゃ。うん、そうね。あ、じゃあもう、じゃなければいい。分かった、じゃあもう俺行くわ。はい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 。はい。おー、うん、
これこの、この行動次第で俺はウッシーに決めるわ。なんかそうするこの行動次第で。確かにね。いや俺の中でもウッシーとレッドさんのどっちかだな。あれ俺入ってるか。もう当たり前だいやでもあの緑は今んとこ何の信用もないから。お前もだよそれは。そうね、分かってない人はそう言うんです。エセはそう言うのよ。ウシ時間ないよ。どうしよっかな。ウシ時間ないよ。あ、ほんと、あ、ほんとだ。あ、同じこと前回やった。もうやった、これもう間違いないよね。同じこと前回やったわ。間違いないってことでいいよね、これ。何書こうかな。ウルスさんも一応信用させてほしいな。キヨがこれやってた。ついにやってた、やってたわ。うん。マジで時間見てなかった。一筆書きだからな。あ、まあまあ言いたいことがある。途中で終わっちゃったけど。なんだ？なんだ？でも言いたいこと、言いたいことね、言いたいこと、まあ、これもほぼ確定だと思うけど、バレてる可能性があるなって。ちょっとミスあったからな。まあこの人だろうな、この人かな、この人だろうなとは思うけど、いないか。確かに直で手で書くと書きやすい。俺お前だってあれ何も書いてないもん、もうこの流れでお前だよ。ひどいな、ひどい。なんだよこれ。一個も書いてない。なんなのその。この流れで。なんでそれ。時間は本当にミスったんだけど。当てるかもしれないからね。そうね。あ、まあでもこれみんなの絵を元に俺が推理したらいいわけでしょ。そうそう。牛はなんか一覧の中から。カテゴリーは多いよな。なるほど。多いんだよね。うん。うん。でこれ当ててたら、うん、まあまあでも可能性はあるっちゃあるけど、あんま攻めてないからな。確かに言うほど攻めてないかも。これで当てたら牛の勝ちだね、エセ側の。あと10秒、あと10秒か。また時間、また時間限なのかあいつ。これはですね、水着ですね。おお。すぐわかりました。普通に負けだな。マジ？みんなのスタート どこ行くの？ウシはじめ確実に帽子で書いたのかなって思った俺。ああ。まあ帽子にもいけるし、なんか対応できるかなって思った。確かに。真逆だったんだからな、向きが。ぼやっとしたせい。まあまあまあ。俺あの一番初めに書いたのこれポケットの位置になんかさ、ポケットっぽいの。ああ。どうどう、今日書いたやつがよく分かんなくて、だからつなげたんだよね。ああ。それ一個。俺そもそもスカートの形をほんのり書いたの。あ、分かりやすく書きすぎるとまずいからね。うん、ような感じだけどね。まあでもちょうどいいのか、このぐらいが。なるほど。ね、最後は足を書いた。まあ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 、はいはい、ああ、そういうことなんだ。ルールは分かったわ。はい。じゃあボタン押して。まあまあまあ、スカートか、それ全然分かんないね。分かんない程度に書いてたわ、でも、それは。でもね、いいぐらいだったよね。本当に、うん。分かんないもん、あれじゃ。分かんないね。うん、いや、俺が引いてね、勝てるとこ見せたいわ。あ、職業あるじゃん。実況者？本当だ、実況者あるかも。本当だ、職業だ。実況者って出たらもうね。え、でも架空の生物も実況者だよ。あ、そうだ。俺ら何なんだよ。確かに、言われればそうかも。そう、実況者来るか。あ、来た来た。あ、来たか。実況者か。おーい。うわー、はいはい。俺らのこと書きゃいいのね。職業ね。あ、なるほどね。書きゃいいのよ。これ一番初め結構不利だからね。俺一番でもいいぞ。俺四番だ。これも決まってるでしょ。まず職業の絵って難しいよな。そっか。ああ、決まったね。じゃあ私からですね。はい。そうだね。まあ、それはもう職業ですから。じゃあまず。はい。まあね。まあ次のターン次第みたいな感じだよね。じゃあ俺ちょっとイメージね。あんま分かってないけどイメージで描くよ。うん。こういうさ。こういう場所という。ああ。あくまでイメージね。はいはいはい。攻めてないけどそれなりの信用は得れたんじゃないかなと。あんまピンと。ガシさんは。俺もこう。俺は。ああ、ま、まあ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 言いたいことわかるかも。なんとなく。攻めてないけど確かにそれはあるかも。そこさ。俺攻めていい。つもりだったけど。ああ、はい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 、そこまで書く。うん、勝さんだいぶ攻めた。いやこれ勝さんだよな、もうこれ。いや違う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 。えそっからなんかある。だってガチさん人書いただけじゃない。終わってしまったけど
いやでも人書けばわかるでしょ。わかんない。職業だけじゃわかんないな。職業だいたい人だろ職業は。いやでも普通に人間の職業のどう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 。何書いたの？あこの左の。ああはい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 。えじゃん。なあまあまあまあ。これ以上書くことないな正直。うん。いやなんかこれ以上書いちゃうともうなんとなくヒント出してるからそうねああカズさん人書いただけだよちょこれにみんなが付け足してくれると思ったんだよあーなるほどいやでもそれはさなんだよこれいやでも、ま、マジで俺じゃないけどねマジでいやどうかなそんなこと言ったら怖いなあ、ね、待ってこれネトさんの可能性もあんのかないやでも俺あそこにえ案外ウッシーってあるもしかして四角だけしか書いてないしさ俺さだから俺だからみんなだけしか書いてないわみんなに2個目の下の丸なんだろうウッシーの分かってもらえないかな待って急に分かんなくなってきた俺はウッシーの分かんないし今日のもうこれはこのこれレッドさん場面でしょこれでガスさん見逃すことある確かにな確かにね今ごめんウッシーって押しちゃったでもあいつ前回の時から俺によく押さない俺まだ押してないのに手元はガスさんじゃないんじゃないのもう押してない俺じゃねえって言ってるじゃんからほらガスさんなんで押してくれないのだ今これはもうこれはガスさんの自滅ですよガイさん押したらかったのに分かんなかったわだって俺何も分かってねえもんだから何も書いてないじゃんマジで何一つ分かってないから、ね、あのねウッシーあーそこまだ答えもやっちゃえばダメかまあまあこれは勝敗には影響しないとそうねウッシーの勝ちやからああそうなんだねでもまあなんか明らかに車っぽいのは書いてたからあれ YouTube あるぞこの中にある YouTube あるよ YouTube ある YouTube あるほんとウッシーが書いたものがねえ YouTuber かなユーチューバーだ確かに高級車乗りますからえこれなわかんねえだから牛の資格がねそうそうそう選挙の投票箱みたいに見えちゃったのよあ俺は一番初めあのなんか政治家のさの段々になってる椅子を書いたのよねだから椅子でしょあ、はいはい、椅子とそのえ政治家って言われてもピンとこないなそれそうだったこれも車だから選挙カーのイメージ、うん、ああなるほどなるほどガシャは何を書いたのそれいやこれ教託の前に立った方書こうと思ったんだけど教託教託っていうかその何この弁護士さんが弁護士さんはい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 あのはい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 前に立ってる人ね待ってねうん、うん、国会とかであるやつねそうでもそこまで一筆書きだと書けなかったいや俺もいいわエセもいいエセもしんどい確かにエセしんどいよねそうエセしんどいガスさんが自滅したから良かったもののあーマジかよ いや普通に人だから疑っちゃうからもうちょっと攻めてもいいかもねそうねつなげてくれると思ってたいや俺エセやりたいんだよまだ1回もやってないよエセが最後の答えで合ってるの見たことないもんまだああないね確かに全然でも普通に連続とかあんだねいや俺はもうバレずに、バレずに当てるところまで行くわお任せにしちゃうはい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 お任せにしちゃう任せでも確かに良かったな何がなんだ、おもちゃ遊具、おもちゃ遊具ね。幅あるぞ、これもによるな。まあ、なるほど。これはちょっとやばいよ、これ。やばいな。これどう？これはバレんじゃないの？相当ふわってやっていかなきゃまずいよ。ざっくりでいいよね。いや本当に攻めたら負けな気がする。そうよね。ああ、わかった。ああじゃあ。いやー、それ…え？ちょっと、なんで俺一番なんだよ。まあいいや。はい。まあ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 。まあ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 。これ以上攻めようないもん。どうしよっかな。ガンさんみたいなの書きたかったけどね。本当に大丈夫？あんま攻めない、あんま攻めないでほしい。ああいやーなんか同じことやってるんだけど。いやー同じことは多分ね。でもまあ言いたいことわかるよ。まだみんな同じぐらいだな。お前じゃねえの？どうしようかな。ちょっと俺攻めてもいい？あ、攻めるんですか？わかりやすくちょっと。いいよ。うん？ん？はい。お？やったか？やってないよ。やってますかねやったのかなこれいややってないやってないやってないいやでもこれ判断ちょっとつかないなちょっと怪しいとこなんだなやってる気すんだけどいややってる気すんだけどなあーあーどうしようまあいや2個目でもうそうだねガッサンもう書かなくても俺信用できるけどね
わかるわかるでしょ。あ、そう。ガさんは書かなくてもいいかな。まあ、でもガさん一人目だったしな。まあ、途中までじゃちょっとだけ。はい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 、はい。今多分ね、歌われてるのはわかるわ。俺信用ある？あんまりない。今ない。何か来てんのかよくわかんない、それ。正直よくわかんない。言われてるだけだけど。マジか。うん。じゃあなんかこう。わかる？わかる？わかる？今終わっちゃったけど。あれやったのかこれは。おい、ちょっと何にこれ。これやった。ああ、何？そういうことか。これ何？上の方になんかね。まあいいけど。ウッシーはもうガチさんと同じのしか書いてないから、なんとこ一番信用できてない。はい。うん？ああ、なるほど、そう、そういうことか。ああ、なるほど。え、でも俺が最初のターンで疑われてんの分かるから。うん。うん、うん、まあ、その丸になんか手加えてみてほしいな。そうだね。うん。今んとこガチさん以外怪しいっていうのはある。まあまあまあ、確かに。これ攻められない。ガチさんは確かにもういいかも。うん。ちょっといい、うん、攻めるよ。うん。うん？はい、お前じゃねえか。決まった。決まりました。決まりました。ウシ決まりました。ウシ聞いて。はい。あ、聞くだけ聞くでしょ。うん、てかみんな聞いて。うん。うん、俺じゃない。はい、投票。これ何？はい、投票。それは何？はい、投票。俺じゃないって。はい、投票。足。足生えちゃった。ガッツさんってガッツさんだな、ガッツさん。あー、やられたガッツさん。足生えちゃった。足生えちゃった。いや、さすがにこれ。だってガッツさんが怪しいわけないんだから。俺じゃないでも。本当に。そう、ガッツさんなわけないもの。俺じゃないって。いやもう俺らしかやってないじゃん、前の時から。おい、やらせろよ、俺たちに。そっちの二人にもやってほしい。ガッツも前回やってないんだ。ガサもやったんだ。やったやった。俺だけやってねえじゃねえか。もう公開した後は無理だろ、そのスタンス。俺だって。もう終わりなんで、もう終わりなんで。俺だよ。帰ろう、絶対。それ出るまで。あ、でもこれ答えられるかもしれないから。あ、確かにね。これは可能性はあるはあるよね。危ないからな、結構。そうなんだよね。攻めてたな。あ、紙飛行機か、風船だな。おお。大逆転、紙飛行機だ。これ来たんじゃないか。もう失敗。惜しい。二択外した。ガイさんがこの線拭いてたじゃん、紐の線を。そうだ。で、俺は空のなんか雲とか太陽とか。そうそう、なんか飛んでるのかなって思っちゃった。風船の造形がシンプルすぎてね。なんで足かいたんだよ、お前。なんか、ワンシャーあるかなって。2本入ってきたのに、シャッシャって。おい、もうお前らやるなよ、衛星芸術家。じゃあもう俺たちもういいって。いいから俺やらせてくれ。こっちも。で、俺がうまいってとこ見せたいのよ、この動画は。なるほど。お題ハテナって出たときちょっとビクってすんだから、こっち。お任せにしようか、もう今後は。オッケー、お任せね。もうわかんないからね。本当にランダムなんだ。もういいかな、俺。お願い。なんか難しそうだね。お題出て、お題出て。お、4分の1引け、そろそろ。交通。おい。なるほど。ほほ。なるほどね。へぇ。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。どうかこっかな。かけたかわかんない。なるほどね。俺ちょっと1番嫌かも。あ、俺3番か。牛1番か。え、俺っすか。1番も引けないな。なんかこれむず。まあ難しい。むずいよ、むずいよ、これ。どうしようかな。まあ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 。うん。これでなんとか。あんま攻めなくていいような気はすな、1周目は。ああ、ほんと？そうね。だなー。1周目攻めなくていい？でも、バレようないとは思うけど。わからんでもないと思ってくれた気がする。こうかな？え、それは何だろうな。え、ごめんごめん、もう全然わかんないわ。ごめん、何これ。と怪しめ。これ一回捨ててもいいかもね。でもどうなんだろう、どうなんだろう。いや、なんか。俺が意図してるものは違うのかじゃあ。なんかわからんでもないような気質の方に書かせてもらいます。はい。はい。はい。あ、でもまあ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 、言いたいことは。ちょっとね、うん、伝わりづらいかもだけど。伝わんない。いやごめん、確かにちょっとこう書くと分かりづらかったかも。でもここまで自信満々に書けるのってなかなかだよね。まあね、結構サクサク書いてた。まあ俺エセでも自信満々に書けるけどね。
まあね、そうするしかないからね、SM をやるとわかるから。どうどう、まあ言いたいことわかるでしょ。ええ、いやー、何これ、いやいや、ちょっと一回俺まっさらで考えるね。いや、怪しい怪しい怪しいの。いや、まあ長い筒ですよ、とりあえずは。おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんかそういうイメージで最初あれしたんだけど。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、そういうことだったんだ、ごめん俺理解してなかった。いや、俺の目線からガチさんが情報ちょっと少なすぎるな。あー、そっか。ね、割とみんなそうなんだよな。でも、あー、でもどうしようかよな。攻めてもいいかもよ、疑っちゃうから。ガチさん、攻めないともう、あと5秒だよ。考えてることがわからんのよ、わからんのよ、ちょっと。あ、まあ、いや、おやらもう、ほんになるよ、これも情報少ないな。まずいって、また自滅パターンあるよ。そうね。あー、はいはいはい、確定になったな。じゃあ俺も結構、遠いんだけど攻めるみたいなのやっていい？うん、わかる？はい、わかる。俺結構いいよね。終了です。終了ですね。はい。これはなるほどな。なるほどね。情報なさすぎたな。自白してる、自白してる。なさすぎるな。いや、まあそうだろうね。そうだろうと思うよ。これむずいもん。むずいね。なんだろうな。まあ私ですね。そうよね。でも当てますよ。そうね、大逆転あるからね。ああ、そっかそっか。割とヒントあるような気もするな。そうね。うん、まあそう、ね。どう見るかだよね、もうこれを。はいはいはい。ただね、最後に出るお題が結構広いのよね。確かに。それがすごいよね。それが難しい。多いもんな。多いこれは。ガツガツなってて。ちゃんと考察してるけどね。あと10秒ぐらいだからね。これ10秒だよ。いいよでも。じゃあ、ガソリンスタンドです。おお、ガソリンスタンド。おお、やったー！すげえ、マジ。よく当てた。すごいな。これフックみたいな何？なんかこれ置く場所？道路描いたつもりだったんですよ。あ、道路なの？ああ、道路なんだこれ。ああ、そういうことか。だから横に戻らさないと描けなくて、すみません本当。わけわかんないですよね。当てたね。多分帽子かぶってて車が屋根の上に乗ってんじゃないのかなっていうここから推測。あー、なるほどね。まあなんかガソリンスタンド箱みたいな建物のイメージあったから最初書いたんだけど。まあまあまあ、あの窓みたいな書いたつもりだった。だから窓も結構あるような気がして。あるでしょ。ちょっとこれなんか入れるメーターの何かだと思って。俺もなんかタッチでやるやつかと思っちゃった最初。ああ、なるほどなるほど。だからなんかああいう四角いものあるから、まあ牛信用できんなって。なんかちょっとガス信じそうになったわ。でも勝ちですわ。確かに大逆転のやつだもん ね、まあ、ね。いやでもね、美しく勝ってないのよ。ことあんだな。まだ S やってねえだろ。やってないから言えんのよ。うん、もうやんなお前ら、やんなよ。俺はやりたくてやってるわけじゃないやんな、俺にやらせる。一回一回もやってないんだから。こっちも苦しいんだから。これお任せね、お任せね。ほんとやんなよ、マジでやんなよ。頼むぞ。やんない。あ、やだ、もうやだ、もう出ないで、勝てなって出ないで。お題出て、お題出て。あ、やんなよ。わかりました。なるほど、オッケーです。全然全然なんだけど。本当？え、いや、じゃないってこと。怪しいな。本当？いや、じゃあ俺が一番目で一面初めに攻めますよ。はいはいはい。確かに。攻めて攻めて。なんで一番目じゃないんだよ。あ、でも俺からか。これでもなんかバレちゃいそうだ。バレちゃいそうだな。ちょっと俺毎回攻めすぎてんだよな。ちょっと確かに攻めすぎかも。これ分かってほしいな。なんか疑われてからそれなりに行くのでいいのかもな。ああ、なるほどなるほど。ああ、なるほどなるほどなるほど。そういう感じ。いいねいいね。ね、いいいいかもいいかも。かな。こういう感じかな。どうでかっちゃってみたよ。ああ、いい。じゃあもうキヨくんだこれ。俺の目線からは。そうよね。キヨくん攻めていいよ。え、俺攻めていいの？攻めていいよ。え、攻めるよ。攻めていいよ。攻めていいよ。攻めていいよ。いやいや、よし、今疑ってるじゃん俺。うん、まあちょっといいんだよね、攻めて。うん、もちろん、攻めてほしいね。あ、終わった、終わったな。終わったって。終わったよね。終わったか？終わってないって。終わったよ、ね。まあまあ、ちょっと2回目見てみないと。俺はこのウッシーのやつが、イメージ的にこうやってさ、わかる？
こう待って何これ、そう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 、わかりますよ、自分の考えてることをなぞってもっとって、そうなんなら全然まだこう、そうやね、そう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 、バレるか？ガシさんはもうやんなくていいのはいいと思う。これバレるかな？はい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 、バレる可能性はある、ね。いやでもちょっと情報揃っちゃってんじゃない？もうこれ以上情報を与えない方がいいかもしれない。確かにね、情報与えない方がやばいですよ。何何？いやでも予選な。だからこれやるの辛いの分かるからな。だから本当に まだこれあってもいいかもね。なんで笑ってんの？全然わかんないんだけど。あ、そう。なるほど。悪くはないよね。はい、わかりました。悪くないわ。悪くないよ。悪くないよね。うん。いや、わかんねえわ、これ誰だか。うん。まあ、全然誰かわかんない。あ、それ、なんかおかしくない？ギク！ギク！これおかしいよ。終わりました。うん。Aさん、最後のちょっとエセを惑わせようとしてるな。ね。誰なんだ、よくないよ。え？あいつなのか？まさか。嘘だよ。ちょっと待って、これマジでやられてるって普通に俺がエセだったんだよな。あーもう赤っ何回目だよこれ同じなんだよ。ええそのスタイスもう無理なんだ。もう無理だよ出たら出るまでなんだただ待って、俺はガチさんと同じで察するぞ。下に線がうにょうにょあって、ね、頭にこのうんこのてっぺんみたいなやつがあるわけでしょいやーこれまずいな。ガチさん頭にてっぺん、やばい。でも分かんないっちゃ。メリーゴーランドだなこれはこれはメリーゴーランドだ。ええ嘘かな。メリーゴーランドじゃないよ。いやもう正解って出てんだよ出てんだって正解っておかしいよな。ちょっと攻めすぎたか。おかしいよ。そっか、やっぱ出すぎたか。これ攻めすぎなんだな。だってこれ俺やらかしてるけど俺の勝ちなんでしょ。まあ一応勝ちだけど。いやでもね、美しくないわやっぱり。やれお前もうやれや。もうやんなってたやろお前。やるな。離婚するなよ。もうお前の時以外カットにしてくれ。おとなしくしとけよ。おとなしく。やるなよ絶対。あの時間きついんだってこっち。あそこハテナって出るんだって思っちゃったもん俺。見たことないからさ。やるなよ。きついんだからこっちのメンタル。こっちもきついんだぞ。俺が美しく。お題出ろよ。俺が美しく決めるんだよ。大丈夫だから。はい。はい。誰ですか？誰ですか？誰だ？同じ流れだけはもうやめようね。これ結構わかりやすいぞ。これ簡単だな。簡単だよね。そうね。俺も一番でもいいよ。お！すっと来た。なんかさ、しょうもないのじゃなくて。もうガチガチでいいよ。うん。ガチでいいもうガッツリ書いてみちゃっていいよ、一回。ガッツリ書いていいの？ガッツリ書いてみちゃったら終わっちゃうじゃん。ガッツリ書いていいの？なんか様子おかしいか？あいつ。ガッツリ書いてみて、一回。どうですか？どういうこと？何それ？それ。いや、わかるでしょ、これ。じゃあ。俺の中では結構攻めたつもりなんだけど。嘘でしょ。なんかいつも言ってるようなセリフ言ってんな。こう言われたら後悔すみたいな。はいはいはい。まあ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 、ちょっと攻め、ちょっと攻めすぎじゃない？過ぎてる気もするね。なんかさ、もうこっからむずくない？まあね。確かに、これもうエセの人も分かるようになっちゃうもんね。バレない程度の情報がもうこれ。でもなんかほんと察せる程度だけでいいよ。さっきも今んとこ2回連続バレちゃってるからさ、エセってならなく。よし。ん？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 大丈夫。1ターン目はこれでいいんだ俺は。なるほど。ああ、そうだね。なるほどね。なんかちょっと、うん。まあ。でもあれ書いたらバレるみたいなのあるじゃん。いや、あれ書いたらバレる。ある。あれはやめてほしい。あれは行かないでほしい。うん。そういうことか。なるほどね。レッツさんさ、もう今レッツさん一番ちょっと疑うわ俺今。あ、マジで？うん。じゃあちょっと攻めてもいい？まあそうだね。うんうん。あまりにも情報がないな。そっか。攻めないとまずいね。左右対称にしてきた。違う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 。でもこれは大事だと思うんだけど。
なんか微妙だな、どうしよう、これどうしよ う、でも SN に勝たれちゃうかもしれんな、このままじゃ。なんかあいつの感じがなんかもうおかしいよね。もうさ、SN の喋りなんだよ。いつもあんなに攻めてくるじゃん。あんなに攻撃してくるじゃん。いや、今んとこ SN に勝たれてるから。出来上がってきちゃってね。これ出来上がってる。ガチャ行き過ぎてない？行き過ぎてない？でもガチャは疑わしくないのは俺わかるのよ。いや、これなんだろうな。ちょっと行き過ぎちゃってる気がするって。行き過ぎてるかね。いいよ。いや、アサンもなんもないじゃないんだけど。そうね。アサン、今んとこ。理解です。 あいつのリアクションなんか変なんだよ。変じゃないよ。やべえ、マジでもどうしよう。リアクションおかしいって言うのは絶対おかしくないって。いや、俺もあんま情報与えてない気もするけど。いや、でもウッシーもこれ完成してるよ。いいよ、もう、あいつ、ね、あいつってもう本当に俺、騙されちゃうよ、これ。でもちょっと、いい、もう、なんかもういい。あ、いい、いい、いい。なに、みんなは俺の様子がおかしいって思ってるってこと？おかしい、明らかにおかしいもん。いや、騙され、マジで騙されてるよ、これ、普通に。誰だと思う？レトロだと思うの？俺はウッシーだと思ってるんだけど。あ、なるほど。まあ、確かに。単純に、あのなんかその連続であの今のとこバレてきてるからさ、うん、バレ方が同じだから、はいはいはい、与えないようにしようとしてるだけなんだけど、はいはいはい、あでも誘導されてる気がするよ。投票しちゃう。本当にうまいエスはここでバレないもんね。そうね。あ、じゃあ今回勝ちじゃん。確かに今回ウッシーがエスだったら。あ、でも今回はちょっと違うバージョンだわ。これで違ったらすごいよ。あいつ絶対エスだろ。嘘、俺エセだったの。知らないことはねえだろ。マジか。いや、でもこれ当てられちゃうんじゃないの。これも当てれるよね。わかんないよ、まだわかんないよ。俺はね、分かってないぞ。まあ他の候補がどういう。ああ、確かに。天使、天使。なんで悪魔がねえんだよ。なんで悪魔ねえんだよ。シャー語れちゃったじゃん。美しくないでしょ。でも俺一番初めさ、ユニコーンだと思って書いてるからね。あ、角ね。ユニコーンとかいかねえかな、ドラゴンとかとか思いながら書いて。ちなみに誰のせい、これ。俺だすね。これは俺だすね。だから俺もしかしてユニコーン合ってたのかなと思ったの。羽がさ、ペガサス的なさ。あ、はいはいはい、そっかそっか。で、その後人ってことが分かったから、あ、人は天使とか、あのフェアリー的な妖精的な何かになったと思って、雲を描いたから天使になった。あ、待って、これよく見たらさ、確かにペガサスっぽく見えるじゃん。あ、確かに。ペガサスとかユニコーンに見える。これ雲じゃない、先輩。おっと、ガスさん、ガスさん、終わった試合なんだ、もうやめようぜ。やめてよ。やめないか、やめようぜ。あいつのせいか。やめようぜ、みんな。あいつのせいか。別に低評価です。確かに、確かに。いや、でもこういう勝ち方じゃないのよ、これ。やめて、負けた後にやりたい放題すんの。泣いてる、押して。この勝ち方3連続だよ、今。よくないね、この勝ち方。よくないから、これ勝ち方すぎてるね。これまず、俺の様子はおかしかったでしょ。おかしかった、もうね、明らかにおかしかった。エセ初めて弾いてめっちゃビビっちゃったの。しかも1番だし。マジでわかんないでしょ。なんで、しかもエセで1番はもう終わりだからさ。えぐいよね。そうね。もう始める前に言うけど、今回はバレないようにいこう。はいはいはい。最後にエセにバレるのだけはやめよう。そうでしょ。はい。エセさん、誰かが分かったやつ変えたらいつもさ、ね、あー、もうこれで信用できるわとか言うのにさ、ね、さっき俺変えた後、あーだったから。そうね。よし、お任せ。喋り方でちょっと分かっちゃうの、やめてほしいな。びっくりしちゃう。びっくりしちゃって。周りの人もあんま喋りすぎない方がいいのかな。そういうことなんだね。そうね。ね、なんかどうしたって見ちゃうもんね。なるほど。エセは分からないようにね。分からないように気を使って、うん、今回は気を使いましょう、さすがに。はいはい、了解です。お題確認しました。日用品っていうテーマがなんかちょっと選ばバレそうだもんな。日用品ね、どうしよっかな。あ、最後か。あ、俺か。まあでも1番の人はエセじゃなかったら信用 得やすいからね。うん、うん、そうね。そういう強みはあるよ、やっぱ。ちょっとなんかこれ渋いところついていいですか。うん、はいはい、あ、わかりました。じゃあ俺了解です。じゃあこうですよね。はい、こうですよね。おお、渋いね。うん、
じゃあ、まあ、僕全然違うのでいきますね。え、違うの？ほう、違うの、バレないようにはしてね、バレないようにはしてね。この路線はなんかバレかねないもんね、もう。まあ確かに、うん、これ以上はね。おい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 、始まる。おいおい、何なんだ、何だ、試合放棄か、試合放棄か。違うんですよ、うん、違うんですよ。え、次わかるってことね。早っ、切れんの早っ。そんな、どれかこうかな。そんな追い込んでなかったのに。俺こっちに手加えていいパターン、あー、やめた方、まあどっちもいいよ。あ、でも分からんでもないかも、あれ。なんかマジで、うん、いや、なぜ長さが違うかとかも、うん、ああ、なるほど。そこに線引かなくない感はちょっと、俺もそれは違う、あ、マジで、うん、俺も違うな、それ。あ、でも違う書き方すると危ない、ね、あ、まあまあまあ言ってたよね。確かに、もうなんかこれ以上なんかやるのはもう、そうね、なんか分かった気が、はい、でもなんか他にあるかな、表現。一番初めに書いたのはウッシーだよね。はい、そう。じゃあウッシーとガチさんはまあ一応いいかな。まあ、という風にもう適当に書いていくしかないもんな。そうね、まあ、ヒントは与えなくてもいいかな、じゃあ、まあ、いや、これ以上言ったらバレるかも、うん、これちょっと言ってみ強かったかもしれないから、まあいいや。そうね、ウッシーはもう攻めなくていい。俺も攻めないよ。これでも今日勝ちなんだろうな、俺なんかどうなんだろう。でもウシちょっとわかる、なんかちょっと理解できる部分もなくはないんだけど、うん、まあ、なんかちょっと可愛い、まあ、次次第なのかな、はい、あと、あ、うん、うん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 、なるほどね。だってここの俺次第か、今疑われてんのか俺。これ何だろう。でもバレたらいつもと同じになっちゃうから。いや、俺の中ではだけど2人が微妙なラインかな。そうそう、ね、オルトレットさんだよね、うん、あと10秒、何かを信じさせる方法。いや、なんかこれでさ、もうバレてるってあるかな。あー、わかるわ、わかるんだ。俺ちょっとわかんだよな、いいのかな、信じて。レトさんもさ、やった方がいいんじゃないんちゃう。じゃあ俺も攻めていいかな、大胆に、うん、もうバーって言っちゃっていいよ、バレてもいいってこと。うん、うん、だってあの最初の線あんまり引っかかんなかったから。そっか、疑われるぐらいだからね、逆に。じゃあ一筆書きで思い切り書いてみるわ。はいはい、うん、あと5秒よ。もう、あ、お、え、あ、でもいい、あ、これやったか。言いたいことはわかるでしょ、これでも言いたいことは。言いたいこと、そこの線の大事さだけはちょっと見てほしいんだけど。え、これは騙されなくていいんだよな。これ騙されなくていいよね。これダメダメダメだよ、これダメ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 。流れ乗られてる。いいよね、流れ乗ってるよ。これは裏書かなくていい。書かなくていい、これはいい。そうやってさ、そうやってさ、善良な市民を君らは騙してきたんだろ。ほら合わせるなタイミング。え、何これ、これ何なの。いや、はちゃめちゃに書いてる、はちゃめちゃに書いてるもん、割と思う、うん、そうね、あとないとダメだね。ちょっとでも怪しいよな、何これ。そうだね、俺らも何も言わない方がいいのか、ここは何も言わない、うん、言わない、なんだこれ、なんだこれ、いけんのかな、いけんのこれ、うん、え、何これ、わからないじゃない、ね、わからないでもいいんじゃない、わからないでいいんじゃない。え、マジで、え、なんだこれ、ここで負けんのだけはやだ。確かに俺らの普通な勝ちで終わるからな。エンドカードだよ、もうあと5秒だよ。え、なになになに、焦ってる焦ってる、わからない、ティッシュだ。あ、危ねー、逃げ切った、危ねー、さあ、最初のこれ、ビーセンというか封筒だよね、牛ですね。そうそう、封筒の、あの、ね、畳んであるところの、そうだよね、昔のメールマークみたいな。普通に四角でよかったのか。そうなのよ、そうなのよ。一番ないところに線引いちゃったのよ。でも一番初めの下の線をなんかワンチャンありそう感はあったのか、気持ち的には。いや、まあ、いや、そこに引かなくね、そこに引かないね。そうですか、下の線はなかった、そうですか。もう SP 嫌になってんじゃん。いや、もうダメ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 、もうちょっと俺辛いでしょ、分かってもらえた。 SN ね、超むずい。むずいよ、だからむずい、そうなのよ、全然わかんないよ。俺のやつ気づいたでしょ。あ、だからまああの文字を書いた、文字書いた、そう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 、ハートはそのシールみたいなことある。そう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 、そういうこと。あ
ね、ラブレターとかに使える。今いい勝ち方だったね。いい勝ち方だった。ちゃんと分かること書いて。まあ、動画主としてちょっと違うパターン見せてみましたけども。見ましたけども。もういいんだよね。もうちゃんと買ってくれ。買っていいんだよね。もうまだまだ終わんないよ。まだ終わんないよ。ちょうどいい終わりだと思ってまだ終わんないよ。まだまだ終わんないよ。今みんなちょうどいい終わりだと思ってたよ。いや、キメラさんにはすごいやった勝った感あるでしょ。俺もすっごいね、嫌な終わり方。くっそっていう。でかみわーのとこでもうエンドカードでよかったぐらいの満足感あったんで。全然よくないよ。ここで俺がもう一回エセを引いて勝つから。はい、海の動物ね。よっしゃ、はいはい、オッケーです。これも攻めちゃダメ、これ攻めない、攻めないよ。はい、もう攻めません、ね、思いのほかバレるからね。これはもうバレる可能性は高い。確かに。え、これどうしよっか。俺2番か。3番ね、別に1番でもない。いやー、これやばいな。じゃあ、俺はこのなんか後になると逆に書くことない。斜め線。ほほう、攻めないで、攻めないで、攻めないでと言ってもなんか難しいんだよね、うん、こっちはこっちでさ、ね、分かるこれは。うん？うん？俺の斜め線からのそれか。うん。あ、じゃあ、5000。うわ、なんか全員ふわっと。ふわっとしてるね。うん、俺は真似してないよ。斜め線じゃないし。いや、これ2ターン目大事だな、じゃあ。これ何なんだろうな。この船船は。船船何なんだろうね。ね。まあでも、わからんでもないのか。次だな、じゃあ。何だろうな。難しいな、何加えよっかな。ああ。こういうのいるよねっていう。ちょっと外れるけど。そこに書く。ああ、なるほどなるほど。俺の中で怪しいのはキヨくんかウシかな。そうね、俺もそう思う。俺の線を見てなんかそれを書く意味がよく分かんなかった。そう、あんま攻めちゃダメだとは思うんだけど、どこにしよっかな。いや、これでもちょっとな。ああ、いい、もうもう、いい、うん、なぜ俺のあとはガッチさん。ダメだ、ガッチさん。確かにな、ガッチさんの線を無視してそれ書いたのはなんか変だね、なんか確かに。俺は別にだって全員どうとた。ああ、でもこれね、ヒント当たりすぎちゃうのもよくないんだ。ガチャも俺の中であんまりやんなくてもいいかな。それは多分合ってると思う。同じだと思う。うん、でもこれさ、俺書かなきゃダメだよな。どうしようかな。なんでもう一人3秒だよ。あ、じゃあ書かなきゃ。じゃあガチャさんあんま書かなくていいかも。ああ、はいはい。ん？なんかすごいの出来上がったな。すごいの出来上がったな。これはね、なのかな、記憶なのかな。これはこいつだと思います。一応二人に絞ってるんだけど。これは一択だったな。じゃあ牛かな。なんか喋んないし。お前もそんな喋ってなかったろ。俺は下手だからさ。この構図よく見るよ、俺たちの。よし、誰だ？え、俺？え、なんで5回目やるじゃん、それ5回目ぐらいなの。てか、全員やるじゃん。マジ？ヘセのやつみんな俺に入れすぎなのよ、怪しいやつより。怪しいやつに入れろよ。オッケー、当てましょう。もう候補見れば分かるしろ。そうね、分かるかい。上がるかーい。いっぱい並んでるぞ。海の動物たちが。なんか、分かりやすいヒレとかあるタイプの魚じゃないんだろうな感はあったんだけど。分かりやすい、ね。なるほどね。そう。あと10秒よ。時間ないよ。なんかこれクラゲとかなんじゃないの、意外と。ああ。形がこうふわっとしてたもん。確かに。ああ、そういう考えもある。発想は悪くない。
そうなんだよね。結構でもね、よく見たらそのまんまなんだよ。そうだよね。確かにそういう形してる。見えるよね。今見ると。わかんないんだよ、これが。確かに。俺の線そんな悪くなかったな。どうなんだよ。そこまで悪くなかったな。うん、そうなの。ガッチさんのに繋げてたらもう。そう、うん。なるほど。なんで無視したのってなったら。俺人手間かごうとしたからね、一回。出たね。いや、その丸ちょっと不可解ではあったね。目線でも。人手間の。人手間だなって思ったわ。うん、なるほどね。いや、これ綺麗に勝つのってむずいんだな。むずいと思う。むずい、できないんだろうね。じゃあ、ラスト。まだやるんだ。ラスト綺麗にかけます。はい。いや、面白いんだけどさ、やっぱ面白い思いしたくないの。じゃあエセしんどいね、思ってるより。しんどいのよ、本当に。頼むぞ。いや、エセでいいよ。一船目でバレるからな、もう。そうなんだ。観光名所とか来たらもう、分かりようないかもね。場所は分かんねえもん、もう。俺一番目か。頼むぞ。観光名所じゃねえか。なんか分かりやすいところにして。ダメだよ。ダメだよ。なるほどね。え？これやばくない？なんかどっちも。なあ、これバレるっちゃバレる気もしなくもないのよな。いや、これバレるよ。そうだよね。ああ、だってこれはバレる。俺らが知ってる知識が、やばい、これやばい。少ないから、これはね、バレる。あんま攻めなくていいよね。これ以上は良くないかな。もうね、全然行かなくていいと思う。じゃあこんぐらいにします。なるほどね。どうかな。バレやすいよなこれ絶対。これ本当に攻めなくていい気がするな。あんまり俺分かってないのよな、あれ自体が。いや、俺もそう。でもこうじゃないような気がする。何それ。いや違う違う。まあまあまあ。まあ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 、二ターンありますから。見て見て。二ターンありますから。まあ少なくとも今SAは分かるはずはないから。うんうん。あ？うんうん。おお、そこまで行くの。なんかそこまでされると俺が書くことないんだけど。ああ、そっか。はいはい。いや、もうちょっと許してくれ。俺も次だ次。ああ、まあでも。なんだろうな。あ、それやるとな、ちょっと違うんだよな。あ、書きたかったんだけど。わかんない。上のとこまで書きたかったんだけど、こう。これわかんないんだよな。じゃあ、俺ちょっと全然違うので行こっかな。でもまあ一旦目だったしな。はいはい。お子さんは。そうです。うん、一旦目は、ね。ああ、なるほど。え、わかります。え、嘘。え、わかる。本当。わかるでしょ。わかる。俺が知らないんだな。もうお前好きそうだもんね。イメージ的に。あ、そうね、そうね、そうね。そういうことだよね。単純に知らないんだな、俺。もう知らないんだよな。どっちだろう。どっちだろうね。これ今ね、完全にウッシーがガチさんだ、俺も。そうなるか、強めのガチさん合わせただけ説もあるもんね。そうだね、なっちゃう。あ、確かに左右。いや、やばいな。なんかあの下側に。ちょっと待って、うまくいかない。わかんない。これうまくかけない。何これ時間なかった。よし、ほんのり攻めてもいいかもな。俺はもう一番大事なところをちょっと攻めてみる。エセだと思われるよりバレた方がマシのつもりでいくわ。はいはいはい、もういいでしょ。おー、はい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 、結局同じ。いや、これもう間違いない。間違いない。ウッシーは間違いない。もう同じ感じ。同じことが起こる。同じ動画。同じ動画がまた起こってしまう。再放送してる。なんで全員俺に入れんの。セッテルウッシー入れてよ。誰だ。俺。いい。全部同じなのよ、この動画。何これ、同じなのよ。だからあの時終わっとけばよかったのよ。そうね、手紙ドーンで終わっとけばよかった。手紙ドーン。あ、でもなんかこれ結局わかんないかもな、いろいろ。これわからないと思う。これめっちゃわかんないと思う。ちょっと多すぎるよ。何これ、
横に伸びててわーってなってて、あーでもどうなんだ、分かる人だな、知らんやつあるもんな結構。ピラミッドないわけ、エアーズロック、あと5秒だよ、エッフェル塔かな、知らんやつもある、おお惜しい、惜しいな、惜しかった、観光名所はむずすぎる。キヨ君のその左のやつ何だったの、左上、左下、あ、凱旋門の下って5方4方向5方向ぐらいに道が伸びてんのよ。あ、そうだよね、すげえ、知らねえ、そう、タコを書いてたの、これ右下、これ車をだから書こうとしてたよね、あ、はい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 、下上が、これはなんとなく形しかわかんないから、わかんねえ、これモアイだったら俺モアイ合ってたな、いやこれお前モアイ書いてたのそれいやこのお題しんどいって、これしんどいね、衛星きつどいわ、いつすぎる、せめてもね、わかんないもんな、わかんないよ、終わったか、終わったか、終わりだな、もう終わりだな、もう終わりだろう、すっきりした勝ち来るかな、次次だな、次だな、俺信じ、じゃあ本当にラストじゃあ本当にね、俺が気持ちよく勝ちに導くから、本当に分かった、もう再放送だけは絶対起きないようにするから、再放送だからね、もうそれ衛星の腕次第だけどな、もういやでも本当に気持ちよく、観光地ないな、よしないね、ない、町やめろよ、町やめろよ、エセだったら俺がエセを引いて、ああなるほど、いい方かもね、でも、うん、さっきそれでね、はいはい、勝ったもんね、言えば、はい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 、了解です、オーケーです、ああなるほど、もうヒント出さなくていい、ほぼ、ああヒントいらない、俺が全部判断してやるから、はい、すごい、俺がお前らを勝ちに導いてやるから、しかも俺が一番目だよね、一番目だもんね、導いてほしい。俺たちを、まずは俺を信頼させて、分からせないけども、うん、分からせないけども、あーなるほどねとは思わせるものを書きますわ、はいはいはい、あーさすが勝利の四角形よ、おー、まあ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 、なんか、まあ、キヨ君そこまで攻めちゃダメだ、気持ちよく勝利するためにはあんまり攻めちゃダメ、いつもみたいな攻めはしちゃダメね、いつもみたいな攻めいらないな、これゴリ、確かにゴン攻めしちゃうからな、君は攻めすぎだよ、じゃあ次とはこんぐらいにしときます、攻めなさすぎだよ、すいません俺がでも2回やるからね、まあね、うん、勝利の四角形のこの構図よ、いやちょっときつい、お前らきついって、2個目の四角形わからなすぎるよそれやっちゃったらいやでも攻めてるよ、いやずさこれだ、いや牛沢さんちょっとやっちゃってくださいよ、じゃあ攻めすぎって怒んないでよ、怒んない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 、攻めすぎだよ、この資格が悪いよ、こんな2つ並べられたらさ、攻めたな、これが悪いよ、もういやでも攻めていいのかな、俺はもういいよね、いやでもどうかな、山間で資格は書けるからな、言ってもそうなのよ、そうそうそう、じゃあここに越えるのがなんかまだ伸びてみたりとか、うん、それずるくない、ずるくないよ別に、えそこでこれ導いちゃうからな、これ書いちゃうと、どうしよっかな、書いちゃうともう分かっちゃうんだよ、そうだよね、そこかない、いや、キヨくんかガチさんだよな、いやいやいや、俺はもうね、確定的に書けますよ、書けマジ、か、うん、書けあれ、キヨくん書かないとキヨくんになるよ、はい、何それ、おー、いいのかお前それで、いや、いい お前最初の棒一本と、いいそれ確かに、いいじゃあ俺はこれでいい、俺はじゃあ、どうしようかな、攻めた方がいいかな、いや、まあ攻めなくていい、どっちがいい、いや、ちょい攻めてほしい、ちょっと欲しいかもしんない、これ書いちゃったらでもバレちゃうよ、俺今ウッシーの一子以外だな、じゃあ書いちゃうよ、書いちゃう、はい、俺じゃあやっぱやりすぎたのか、あ、強いやったな、強すぎるな、これバレるんじゃないの、バレるバレたら同じだからね、いや俺も放置する、俺も放置する、そうね、はい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 、はい明らかに何の情報もないやつがいいんだよ、てかでもいやでもどっちだこれ、いやもうそっ か, さすがにすか、誰と誰、牛誰と誰を悩んでる、えレトルトアですよ、いやもうアです、俺レトルトアと思うんだけどな、いやさすがにこれキヨくんだ、今の言ったってことはキヨくんだ、俺一番初めにあそこに資格を書いてる、だってさ、待ってガチさん分かってるよね、分かってる、俺分かってる、あじゃあもうこれはキヨくん、いやそもそも言っていいじゃん、はい、
なんで俺こんな書いてんのにさ疑われてんの。書いてねえだろ。書いてねえからだ。書いてねえだ。書いてねえからだよ。自白するな。こんな書いて。俺マジで衛星じゃないって。全員俺に見んのやめろよ。逆に俺が衛星だったら驚いちゃうわ。俺が衛星だったらね、驚いちゃうけど。これ違ったら俺たちのビビるわ。なんで同じにするな。同じにするな。やばいってこれ誰だよ。同じもずっと同じなのよ。ちょっと待って、でもまだ分かってねえんだけど。まあまあ、でも、まあ、分かんないか、まあまあ、お題を見て考えよう。候補見ないとね。確かに ね俺らも候補は何が上がるか分かんないからね。近くにパッて。あ、でも難しいかもな。なんかこれ難しいかも。難しいですね。あ、でもいやでも大丈夫よこれは。あ、いや終わったか。何択かある、何択かあるよこれ。終わったか。何択かあると思う。まあ難しい。当たんないかさすがにこれは。当たったらもう同じ、さらに同じだからね。これ違うか。あ、さすがに。お、違うよな。あバレてる。同じ。同じなのよ。ずっと同じ動画やってる。マジずっと。ずっと同じじゃん。むずいな。もう同じなのよ。いやでも衛星がバレないパターンなかなかないよこれ。ないね。バレるもん。バレる。あでも下に四角書いてもよかったな。そうね、うん。あと途中で気づいたパターンもないよね。衛星がね、ないわ、うん。気づけないよね。気づけない。気づけない。お題出てるから。デカ四角やっちゃったな。プッシュ押して。確かに。はいはい。デカ四角。デカ四角は。だって四角の並べられて。いやでもなんか、ね、最後新聞とかカメラもあったからね。そうだね。はいはい。そうそうそう。これいけるかな。綺麗なパターン。なんかあるか。あるか。あのお題発表される時のやめてくれっていうの嫌なんだよ。もうもうあの時間苦しいんだから。いや取らないから、いや一回もう一回やって。遊びだけ。取らない。取って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 んだよ。取ってない。遊ぶだけ。遊ぶだけ。じゃあ3人とも無言でいいってこと。あ、いいよ無言で。一人で実況するから。取ってんじゃねえか。いや取らない。これ使わない。使わないつもり。使わないつもりね。うん、使わないよこれは。じゃあ気楽にやるわ、うん、そうね、気楽に、ね、本当にみんなで遊んでる感覚で行こうよ、うんうん、あ、このお題の時はあんま攻めちゃダメだよな。確かに。そうね、なんとなく候補。おいおいおい、もうカットだ。終わり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 か。もういいもういい。終わりだ。終わり終わり。これみんなどうすんだろうって。終わり終わり。もう書き書けばダメだ。別番書いてみて。書いてみて、一筆で。書くわ。一筆で。一筆で。あ？ん？お前もしかして分かってないか。いや違うよ。あれ？俺はもう文字を書いたんだよ。ああ、そうだね。ああ。今炙り出しましたよ犯人を。ん？ああまあ、うん、うん。もっといけたけどな。もっといけた。もっといけたけどな。文字？あれ？誰が分かってないんだ。別に分かってるよね。俺分かってる。あれ？え？アサン？あれ？アサン分かってない、ね。アサン、アサンちょっと続いてくださいよ。お前じゃねえか。